さあ、リンクスリングス、今回も遊んでいこうと思います。で、今回はこのニコル使っていこうと思います。このキャラはテクニック界のなんかオールラウンドプレイヤーみたいな感じで、まあ、戦えるし、塗りもできるし、あとサポートもできるっていう、いろいろできるキャラクターなんで、結構使いやすいキャラクターなんで、これ使っていこうと思います。さあ、今日1戦目は開かれ海底だね。さっき俺なんか塗りもできるみたいなこと言ったんだけど、割かし足は遅いね、このキャラクター。まあ、チーム構成は結構とんがってるな。うさぎ2人。あ、でもなんか似たようなもんだな、これ。ロクサーヌもね、あんまりようわからんキャラなんだよな。使ってみないとようわからんっていう。なんか戦った感じもなんかよう、ピンとこないしな。あれはゲットしないとちょっとようわからんキャラなんだろうな。多分使ってみてわかるキャラっていうのが。一応、お試しプレイとかあるんだけど、あんまなんか意味ないというか、実践やってみないとわかんねえから。で、このカメラ機能を使うことで、敵がどこにいるのかが分かります。このサポート能力が割と便利っていう。どうしようか。あ、2人いるか。姫か。姫と、どうしようかな。これ近く、遠くで攻撃して。よしよしよし。やっぱウサギ2人は強いな。単純に。多分こっち来ると思うんだよな。カメラ機能使わなくても。なんとなく予想つく。あ、やっぱ一人来てたね。まあいいわ、いいでしょう、あそこは。カメラ機能使います。お、2人か。うわー、やばい、うぜ。うさぎ来たか。このカメラスペシャル機能を使うことで敵の動きを止めるっていう、しびれさせるという効果があります。だから結構さ、遠距離キャラクターって近寄られるともうやることないんだけど、もうボコボコに殴られるのみっていう感じなんだけど、このニコルは近づかれたらスペシャルスキルを使うことで今みたいに回避できるっていう、結構いいよね。そこら辺はなんか割と使いやすいなっていう。あ、カメラ機能使うか。もうこいつは倒せるな。響きは姫はもうちょっと使うのほんと難しいね。俺も使ってみたんだけど、いやね、使ってる分には面白い。使ってる分にはすんごい面白いんだけど、あんまり強くねえから、うーんっていう感じだね。弱いけど使ってると面白いっていうのは結構たち悪いよね。右取られてんのか。でもね、あんまり近づけるキャラでもないからさ、誰かと一緒に行動した方がいい系のキャラだから。2人、3人と一緒にあるか。そこは響きやってくれるから、こっち俺、ま、あれか、回ってみっか。回れるだけ回って、一応。これ真ん中取られてるか、やっぱりな。A 取られてる。ちょっと邪魔するか。ちょっとだけ邪魔します。ちょっと邪魔します、ここ。あ、やばい。これ使うことで、まあ、時間稼ぎ。よし。ちょうどウサギ来てくれた。ナイス。あざっす。嬉しいっす、今のは。うん、単純に強いな、今のウサギの人。視野がすっげえ広い気する、今のは。あー、強かった。もうカメラ機能溜まったらもうガンガン使っていこうと思うんだけどさ、ちょっと忘れちゃうよね。タワー破壊したり作ってたりすると。このニコルのさ、なんだろう、勝利ゼリフとかさ、なんか煽り能力高くていいよね、すっごい。さあ、2戦目も開かれ海底か。多分この時間ね、このステージと骨付き砂漠しかないのかもしれない、今撮ってる時間が。あー、ロクサーヌか。仲間にロクサーヌいるのか。あ、向こうにもいるわ。ちょっとこのキャラクターがね、どういう感じなのかっていうのが本当にわかんねえから、まあ単純な話、強えのか強くねえのかっていうのがちょっと分かってないから。ジャック嫌だな、ほんと向こうにいるやつ。これはテクニック系のね、ほんと、最たる嫌なキャラかもしんない。相手にするときに。遠くにいてもさ、ちょっとこれ真ん中開けとくか。真ん中開けときます。ちょっと SP ゲージは他の人に託す。ちょっとこれは近づけないかな。いや、近づいて、ちょっと近づいてみっか。ちょっと嫌がらせします。ちょっとだけ嫌がらせして、よし、体力、ま、でもまあちょこっと減ったぐらいか。
でも逃げたね。ちょっと鬱陶しいからね、テクニック系にちょこちょこやられると。でもまた来るだろうな。来てるだろう、あれ。カメラ機能使って、ああ、そっちか。いや、これどうだろうな。やっぱ仲間いないとき、ちょっとこれ使うか。これ使う。しびれさせて倒す。よしよしよし。あ、これ倒せるな。これも倒して。ちょ、タワーが邪魔だったけれども。よしよしよし。ジャックだけだな。相手にしたくないのはちょっとばかり。ちょっと来ないでほしいな。いや、これきついな。これはきついね。これきつい。最後まで喋らせない。みんな姫を守る。やばい、いる。あ、でもこいつを倒してもいいか。さすがに、間違った。こいつを倒していいだろう。あー、ジャックはね、ちょっと相手したくないんですよ。クラピカンみたいな技使ってくるからね。あー、ちょっと向こう取られてるか。いや、でもね、向こう取られてるが、どうする？回って B いけるかな？回って B いけ、いけなさそうだよな、これ。できるかな？できるのかな？いや、B 取れたらちょっと強いんだが。カメラ機能。あー、やっぱ来てるか。ちょっと逃げます。ちょっとここは逃げます。ちょっとまともに戦えない。よし、シャッターチャンス。これだったらね、割と、イエーイ。イエーイ。これ倒せるかな？よし、倒した。このさ、勝利台詞いいよね。この煽り、すごい煽り率高い感じ。あれ？こんな弱い私でも倒せたみたいな。こんな弱い私に負けるお前ってプクスクスみたいな感じの煽り方がすごいよね、これ。ニコルの。お、結構なんか余裕で勝てたな、今回も。いや、ニコル使っててね、やっぱ結構強いなとは思うね。割かし、やっぱあの超技が。テクニック系のキャラなんだけど、割かし倒せるし、戦えるし、多分ルルの次ぐらいかな、テクニック系で、なんつうの、敵を倒した回数結構稼げるキャラクターって。さあ、今日最後の試合は骨付き砂漠なんで、やっとステージ変わったわ。っていうか、真ん中をどっちが取るかで勝負結構、決まるんじゃないかな。あとさ、結構まあここの試合ではあんまり関係ないけど、ルルを使うプレイヤー本当に多いから、そういった意味でもルルメタとかっていう意味でも、まあテクニック系メタっていう意味でもジャックは使った方がいいかもしれないな。割りかしジャック使ってもいいかもしれない、今の環境だったら。てかさ、響きとかさ、アップデで強くなってもいいぐらいのレベルの能力なんだけど本当に。あー、こういう風に引っ張られちゃうと痛いんだよね。ジャック強いね。これ遠くから攻撃が本当に無意味なんだよ。うさぎちゃんちょっと一緒に来てくれないと。ある意味、ニコルは、ある意味、ジャックメタかもしれない。これ止めて、あー止めたけどちょっと遅かった。あ、違う、ボタン押しなかったわ。単純に。いや、でもどうせ死ぬなって感じだったから、今、押せなかったのが逆に良かったかもしんない。押せなかったのが逆に功を奏すまである。あ、こっちか。うさぎいたのにダメだったのか。お、ジャック対ジャック、まさかのジャックハンマー対決。ちょっとサポートするか、ここ。ちょっとサポートします。勝てるかもしんない。よし。え、こんな弱い私でも、こんな弱い私に負ける。やばい。ごめんなさい。使います。避けやがったい！あとは任せた。これすごいよな。多分これラグのせいだと思うんだけど、ラビットの突進の方が多分早かったんだろうな。絵的にはどう考えても俺の方が早かったように見えるんだけれども、こういうことがあるんだよな。
あれ取りたいな。よし、これと、ちょっと待って、スキル。跳馬だ、跳馬。ああ。今、ジャックに吸われたから。まあ、よかったけどね。ああ、やばい。取っとけばよかったな。強いな、ジャック。ジャック強。いや、今、ジャックか、ウサギか、どっちかわかんない。やばい。痛い。タワーの近くにいると攻撃力がまあ上がるっていう一応能力もある。ニコルは右、左はもう楽勝っぽいな。右から来るか、右来るけど、そこを逆手にタイルを立ちたいんだが、ちょっと近づきすぎも良くないよね。ん？誰だ？あ、あいつか、レリウスか。あ、でもこれ倒さなくてもいいや。もう塗ろう。塗ります。なんか単純に俺何もやってないわ。ちょっと今回の試合俺何もやってないけど勝てたわ、これ。ね、ちょっと3試合目はもうダルダルな感じだったけど、俺が。でもね、パワー系が強かったらね、勝つのよ。